ケーキ巻き巻き。ロールケーキの魅力はケーキを丸く巻いてあるところにある。なんて書くと、もうそんなこと当たり前だろ、もう巻いてあるからロールケーキって言うんだろ、もうと、もうもうたる砂嵐のごとき反撃を浴びること必定だが、それでも言います。ロールケーキの魅力は丸く巻いてあるところにある。丸く巻かなくても平らのままでも食べられるのに、現にそういうケーキはたくさんあるのに、なぜわざわざ丸く巻くのか。なぜでしょう。丸く巻くのは一手間余計にかかるわけで、それでなくてもケーキなどというものはとても巻きづらいはずなのに、なぜ丸く巻くのか。なぜでしょう。その理由を言いましょう。丸く巻く理由は、巻くとケーキがとても可愛らしくなるからです。もうそんな子供じみた理由が通ると思うのか、もう許さん、もうと、またしても猛々たる反撃に遭うことになるのだが、それでも言います。巻いて丸くするのはケーキを可愛くするためだと。丸くしたら現にほら可愛らしくなったじゃないですか。ケーキが丸まっているというだけで、ほら、こんなにも心が休まるじゃないですか。優しい気持ちになるじゃないですか。ケーキの方だって丸く丸まって、ほら、私も一度こんな風に丸まってみたかったです、と言ってるじゃないですか。一口にケーキといってもいろいろあって、三角形のもの、長方形のもの、円形のものなどがあるが、どの型も展開を目指している。丸丸という方向を目指しているのはロールケーキだけだ。そしてロールケーキはケーキの少数派だ。どのケーキ屋さんのショーケースを見てもロールケーキはケースの片隅にほんのちょっと並べられているだけだ。ほんのちょっと、みんな丸く丸まって並んでいる。中にはロールケーキは置いてない店も多く、僕なんかケースをずーっと見渡していって、ようやく片隅に丸く丸まっているのを見つけると、おお、いたねと嬉しく、頑張れよと声をかけたく、しかしそれは世間的に許されることではなく、後ろ髪を引かれる思いでその場を離れることになる。丸く巻いてみようという発想は、のり巻きなんかもそうだが、食生活の中にのりというものがあって、ご飯があって、おにぎりというものもあって、それらを頭に思い浮かべれば巻いてみようという思いはごく自然に生まれるような気がする。ケーキの場合はどうか。ケーキ作りには詳しくないのでよくわからないが、とりあえず生地を平べったく伸ばすという作業はあると思う。その時にこれを丸く丸めてみようと思うかどうか。最初に丸めてみようと思った人はとても心の優しい人なのだと思う。童心いっぱいの人なのだと思う。とても素敵な人なのだと思う。ああ、もう僕はその人のことを思うと胸がときめく。ああ、もう僕はその人を抱きしめたい。男だと困るけど。ロールケーキはどういうふうに食べるのが正しいのか。三角形のものだと大抵の人は皿に乗せてフォークで端から切り取るようにして食べる。ロールケーキはフォークを使ってはいけません。必ず手に持って食べましょう。ふわふわゆるゆるのものを人差し指と親指で恐る恐るという気持ちを込めながら持ち上げましょう。どうです、思っていたより重いでしょう。その重さが嬉しいでしょう。ロールケーキはスポンジがうんとゆるゆるで、中のクリームがうんとトロトロ、水分が多い分他のケーキよりちょっと重い。ちょっと重いロールケーキを指で持ち上げて口のところまで持っていった。ここから二手に分かれるわけです。一つはそこでケーキを横倒しにして、
切断面が上、かじりつく方法。もう一つは横倒しにせず、縦の位置のまま、切断面が左右、かぶりつく方法。さあ、どっちが正しいのか。今、横倒しの方をかじりつくと書き、縦の方をかぶりつくと書いた。あなたはかじりつきたいのか、かぶりつきたいのか。これによってあなたの進路は決まります。僕は断然後者です。思いっきりかぶりつく。なるべくたくさんの量を求めてかぶりつく。手に持って食べるというもともとの目的は、このかぶりつくにあったわけです。フォークだとどうしてもちまちました食べ方になってしまう。かぶりついた結果どうなったか。パクリのベタリのぬるりのゆるり。ああ、口の中は大量のベタリのぬるり、ぬるりのゆるり。そして口中は甘い沼地。鼻の頭には白いパウダー。口の端にはとろりのジャム。上唇にはゆるりのクリーム。その時には気がつかないのだが、後で鏡をふと見たりした時気がつくと、これがなぜかとても嬉しいんですね。